はい、こんばんは、いとチャンネルです。4月5日ですかね、今日ね、5日ですね。特にね、月曜日ということで、皆さんね、ああ、仕事だ、みたいな感じで、だりーな、みたいな 感じになってるかなと思いますけど、僕もね、仕事でね、集中できなくてね、家の中でね、ちょっとリラックスしながら仕事してたんですけど。はい。で、まあ、入学式シーズンなのかな、そろそろね。結構ね、うちのマンションの廊下もバタ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 、ちょっと子供の音がね、朝方聞こえてきますけどね。それに反応してうちの犬がね、ワン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 玄関先で吠えてるんですけど。はい。まあ、その音を聞いて僕起きたりするんですけどね。まあ、そんな、日常でございます。そんな中ね、GT キングがね、だいぶ人気になって結構、売り切れてるらしいんですけど、アダプタのタイプがね、ちょっと変更すれば多分買えるかななんて思ってるんですけどね。今日バングッドさん見たらまだ、別のアダプタタイプは売ってるみたいなんで、もう普通の日本のアダプタタイプはもうちょっと売り切れちゃってるみたいなんですけど、まあちょっと欲しい方は多分そちらの違うタイプのアダプタの方であれば買えるんじゃないかなと思います。またね、別のとこでも多分探せば売ってると思いますんで、ちょっと探していただければなと、欲しい方はね、探していただければなと思います。ちょっとね、僕がちょっと、おすすめして、ちょっと皆さん欲しいな、中で、欲しいな、なんて思ってる方いっぱいいると思うんですけど、そんな中買えなくてちょっと申し訳ないな、なんて思っております。で、今日はね、何するかっていうと、ちょっと今日もご視聴者さんからのご依頼のものをちょっとやっていこうかなと思ってます。で、一つはね、RG351V なんですけど、こちらで、PCFX をちょっと動かしたいって話があって、僕もね、これで PCFX ちょっと動かしたことなかったんで、どんなもんかなっていうので、ちょっと動かしてみようかなと思ってます。ちょっとね、ご視聴者さんの中では、ちょっと PCFX 動かそうとしたら動かないって話があったんで、ちょっと僕の方もこれ確認したいなと思いました。で、あともう一つね、来てたのが、巻き戻し機能ですね。巻き戻しっていうのが MLX で機能ついてて、ファミコンとかスーパーファミコンとかメガドライブとか PC エンジンとか、大体全部使えるんですけど、巻き戻し機能の使い方がわかりませんって話だったんで、ちょっと僕の方で試してみようかなということで、巻き戻しあればね、魔界村とか遊んでて死んじゃっても、ちょっとしたボンミスで死んじゃっても巻き戻ししてすぐ、元の状態に直せるっていうのでね、ゲームの遊びの幅っていうのがいっぱい広がるかななんて思うんですけどね。まあ僕の人生は巻き戻し効かないですけどね、もうね。人生は巻き戻しは効かないんですけど、まあゲームの中だけでもね、巻き戻ししてね、楽しく遊んでいただければなと思います。まあ人生はそうはいかないですけどね。あの時こうしときゃよかったな、みたいな。あの時、プロポーズしなきゃよかったな、なんてね。あの時の気の迷いがね、こういう人生になっちゃったなみたいな時はね、いっぱいあると思いますけど、はい。ゲームの中だけでも、巻き戻しできればなということで、今日は巻き戻しのお話をしていきたいなと思っております。じゃあ早速ね、まず RG351V のね、こちらの PCFX の話から、進めさせていただきます。はい。じゃあまずね、PCFX 入れるのにあたり、まずね、ゲームを入れますので、まずここから SD カード抜きましょう。で、こっちが今ね、僕のシステムの方になってて、こっちがゲームデータになってますんで、まあこれも分け方については別の動画でやってますんで、見ていただければなと思います。あとシングルで動かす方もね、これ1枚で動くこともできますので、こっち入れないでね。僕はね、2枚デュアルにしてますんで、こっちシステムデータ入れてて、こっちが、ゲームデータになってますんで、これだけ取り出していきます。これだけ取り出して、パソコンの方に入れて、あれですね、PCFX の、ソフトを入れていきます。はい。じゃあ早速次 PC の画面になります。はい。じゃあ先ほどのね、RG351V に入ってた、SD カード挿すとこんな感じになります。今ゲームすってところが出てくると思います。1枚で使っている方はね、MLEC っていうフォルダ、ドライブと、ゲームスっていうドライブが出てきますんで、こちらの方、ゲームスの方、ダブルクリックして開いてください。そうすると、こんな感じでなりますんで、で、PCFX 扱うにあたり、ここ、BIOS ってところに、PCFX の BIOS データ入れてください。そうしないとね、PCFX、FX 安定して動かないんで、ここに、BIOS データを必ず入れるようにしてください。まあ、吸い出してね、入れるなり。あと、まあ、
ね、自己責任でやってください。はい。っていう感じです。で、フォルダー見るとね、フォルダー構成見るとね、初期状態で多分 PCFX っていうやつが入ってないんで、ここにね、バーっと見ていくと、PCFX、これか。バーっと見ていくと、ここにね、これか。これ、あ、これじゃないや。これですね。これ PS。PCFX、よかったか。これか。これですね。ここに PC、小文字で PCFX って書いてあげてください。ここね。ここね。これでフォルダー作ってくださいね。はい。で、ここにね、ロムデータ入れるんですけど、ロムデータの入れ方もこんな感じでね、見ていただくとわかるんですけど、フォルダーに分けてね、フォルダーに分けてゲームデータ入れるようにしてください。今回ね、バトルヒートと、ドラゴンナイトとファーストキスストーリーと、なんだろう、鬼神童子電気と、天外魔境を入れてます。天外魔境ですね。はい。この本数入れてますんで、こんな感じで入れていただくと、ソフトそれぞれになります。なんかこれをね、フォルダ作らずに入れちゃうとちょっと動かなかったっていうのが別の報告であって、フォルダーでごとに分けて入れていただければなと思います。多分ね、一緒にドーンと他のソフトと入れちゃうと、トラックが多分ね、どのトラック持ってっていいんだろうって、わけわかんなくなっちゃうんで、多分、フォルダ作ってこうやって入れてもらった方がいいと思います。はい。こんな感じの、構成で入れていただければ、あとは、SD カード抜いて、また本体のね、RG351V の方に挿して戻せば、多分起動するんじゃないかなと思いますんで、じゃあ早速ね、そこら辺の動作の検証していきたいと思います。はい。じゃあ早速ね、ここに SD カードまた戻したんで、動くかどうかチェックしていく前に、ちょっと動作の前にちょっと電源入れます。はい。よし。ね、いつ見てもこの画面綺麗ですよね。この振動もいいですし。はい、こんな感じで。まず PCFX の項目が出てくるのかっていうので、まあ出てくるんですけど、まあ僕がね、すでに一回もチェックしてるんで、出てきます。はい。こんな感じで。で、ご視聴者さんの今日の要望だとちょっとね、出てくるんだけど動かないって話だったんで、こんな感じで PCFX のあれが出てきます。前期ですね。はい。で、今日はどうしようかな。ファーストキスストーリーって結構ね、僕好きなゲームでね。まあ、ファーストキスのことをちょっとね、思い浮かべながらやりたいですけど。天外魔境行ってみましょうか、とりあえず今日ね。はい。ちょっと音量上げますね。起動するかな？あ、ちょっと重たいんですけどね。こんな感じで一応 PCFX、一応ね、こんな感じで動きますけどね。一応ですよ、これ。あくまでもね。これ GT キングだともっと綺麗に動くんでね、やっぱり。はい。こんな感じで、ロードしてますね。動くかな？あ、こんな感じで。アニメーションがね、ちょっとゆっくりですけど、動きますね、一応。まあこれが遊べるか遊べないかっていうのはちょっと個人に任せますけど、まあ僕だったらまあギリ遊べるかなっていうぐらいなイメージですね。結構綺麗ですね、グラフィックはね。天外魔境ですね。はい、こんな感じで。まあちょっと飛ばしますね。アニメーションなんで。で、どんなゲームかっていうとこれね、実はね、もうこの頃にはね、もうバトルヒートのね、戦闘システムをね、引き継いだソフトになってて、やり方がバトルヒートなんですよ。ちょっとぼやけてますね。はい、こんな感じで。で、歴代のね、キャラ、ジライアとかね、マンジマルとかね、あと歌舞伎、團十郎とかね、あと、ヒロインとかね、まあ、いろんな天外魔境のキャラクターが、こんな感じでいっぱいいて、まあ、ちょっと、マンジマル使ってみましょうかね。で、アニメーションバトルをね、繰り広げるっていう内容です。菊五郎ですね。ちょっとね、重たいですけど、ちょっと音を大きくしてみましょうかね。ちょっと処理速度が大きい、重たいかなって。まあ、かろうじて動いてる感じですね。
重たいですね。まあこれが我慢できるかどうかですね。ちょっとねこれスキップできないんで。あ、できましたね。今読み込んでます。ちょっと長いですねやっぱりね。動くんだけど、まあギリギリ遊べるか遊べないかなっていうとこですね。長いですね。今読み込んでます。はい、来ましたね。ちょっと何言ってるか分かんないですね。まあかろうじてですね、ほんとね。まあこんな感じで、まあスキップも出せるんでスキップしましょう、これ1本目っていう感じで。またね、いつも通りこんな感じで攻撃ボタン防御したりとかね、攻撃ボタンを押してるんですけど、まあ当たりましたね、うん、技っていう、技と技のぶつかり合いですね。謎の技が、おお、こっちが出しましたね。下にねゲージがあるんでね、技また出してるんですけど、向こう防御出してきましたね。うん、ちょっと削りましたね、防御。で、これもね、なんかね、最初全然よくわかんないシステムだなと思ったんですけど、なんかね、結構遊んでいくとね、意外に面白いシステムだなって思うようになってきましたね。ここのね、コマンド入力なんですよ、これ。挑発とかね。挑発して何か得あんのかって話なんですけどね。挑発してる間にこっち技食らうっていうね。ちょっとあれになっちゃいましたね。続行ですね。ジャンプがないですね。こっち行ってみるかな。このボタンもないか。技押しっぱでちょっと技出せますね。術っていうのもありますね。回復ですね、こっち。回復術があるんですね。ちょっと重たいですね、やっぱりね、ちょっとね。こんな感じでね、とりあえずね、動くっちゃ動くんだけど、まあかなりね、もっさりした感じで動くかなっていう感じです。今回復しましたけど、まあ大ダメージ食らっちゃいましたね。とりあえずね、こんな感じで動きます、一応。ちょっとね、別のゲーム動かしてみたいと思います。はい、続きまして、PCFX の、前期ですね。まあ、ね、PCFX を代表する、ゲームになってますね、今だと。ね、テーマにも使われているようになってるんでね、やっぱ PCFX といえば前期っていう考えみたいですね。なんかそういうぐらい有名な考えっていうかね、有名なところっていうふうに扱われてるのかなと思いますけどね。はい。ちょっとね、やっぱ重たいですね、RG351V だとね、パワー不足っていうことで、今後ね、多分そこら辺改良されるかもしれないんですけどね、今後のエミュレーターの進化が。ね、進化してって、うん、パワーがもうちょっと出ればここら辺遊べるようになるかなと思うんですけど、やっぱりね、うん、もともとちょっとねサポートしてないあれですからね、まあ強引に動かしてるっていう感じですね。はい、ちょっと重たいですね、やっぱり電気もね。まあ気になる方はGT キングの方で動きますんで、これはちょっとスキップしますね。アクションのところのシーンまで飛ばします。
で、どっち使いますかで、前期ですね。もう音がね、飛びまくっちゃってね。一応アクションどんな感じかなっていうところまで見たいと思います。で、まあなんか、いじめられてるシーンからですね。これも前回僕の方でね、電気の紹介してるんで。で、ちょっと飛ばしますね。これドラマチックにね、動くんですけどね。もう音がね、トロトロですね。はい、こんな感じで。もうすでに音が飛んでね、ゆっくりすぎですけどね。はい。まあ一応ね、遊べるっちゃ遊べるんだけど、これちょっとトロトロトロっとね。昔のなんかゲームボーイのゲーム遊んでるみたいですよね。昔のストリートファイターのゲームボーイ版みたいな、こんな感じの動きでしたよね。まあこれでもいいかなっていう人はぜひね、入れて遊んでいただければなと思うんですけど、まあ一応ね、最後までこれで遊べなくはないかなと思うんですけど、スピード感がないですよね。まあギリギリってとこですかね、ギリギリ。まあちょっと落ち着いて遊べるっていうね、安心感はありますけどね。敵の動きも遅いんでね。よいしょ。投げたりね。まあ最近のゲーム早すぎんだよっていうこともありますからね。はい、こんな感じですね。はい。こんな感じでとりあえず一面のボス倒しました。まあこんな感じでね、ちょっと前期もゆっくりではあるけど遊びやすいっちゃ遊びやすいですね。落ち着いて遊べるっていうかね。これちょうど。拾ってね。はい。こんな感じになってまーす。はい。じゃあね、早速ね、じゃあもうこれ、PCFX の件はこれで終わりにしたいと思います。はい。続きましてね、今度巻き戻しのやり方についてです。今ね、たまたま五右衛門立ち上げてますけど、こんな感じで普通通りね、こんな感じで遊べるんですね、今ね。こんな感じで遊べます。こんな感じね。まあ、チートコードもね、幸い動いてるんで、無敵な状態なんですけど、こんな感じで遊べてますけど、まあちょっとね、やり直したいとかあると思うんですよね。巻き戻しのやり方についてちょっと今日説明していきたいと思います。まあこんな感じで遊んでて。よしよし。はい。で、まず何するかっていうとね、メニューボタンこうやって立ち上げてください。ね、ここにメニューボタンがあるんですけど、この中でまずずーっと見ていくと、巻き戻しってところがあるんですよね。クイックメニューの中でね、ソフトごとにね、全部巻き戻しになってて、これのね、最初の設定がね、オフになってんですよ、これね。これをまず有効にしてください。そうすると、いろんなね、巻き戻しのフレーム、どれぐらいのワンフレームごとに巻き戻すのかとか、フレームの、間隔は選べますんで、2フレームごととかね。まあ、とりあえず1フレームごとにしましょう。で、バッファーサイズとかね、どれぐらいの量、20メガぐらいまで保存しますよ、とかね、戻すサイズですね。っていうところの巻き戻しサイズとか、バッファーサイズ20メガのところまでバッファーを持って、巻き戻しサイズが、ステップが10メガまでっていうような感じの設定があるんで、まあ初期設定でいいと思います。とりあえず有効にしてください。はい。で、次がですね、次の設定で、巻き戻しをするのにどういう設定をするのかっていうので、ここ、入力のところを選んでください。そうするとね、同じようにここにね、ホットキーの設定があります。ホットキーですね。これ。入力のところのホットキーになります。で、このホットキーのところずっと下見ていくと、どのボタンを巻き戻しボタンにしますかっていうので、これですね。巻き戻しってあって、これを押してもらって、どのボタンにしますかっていうのは、まあ、好きなボタン巻き戻しにしてください。はい。これで設定完了です。はい。じゃあ、あと巻き戻すだけなんですけど、どうやって巻き戻すのっていうので、よいしょ。クイックメニューで再開。ここからじゃあ、巻き戻しの設定ができてます。もう今ね、記録されてるんですよ。10メガずつね。で、例えばこれ落ちるとするじゃないですか。あー、落ちちゃったーってね。
ああ、死んじゃった。どうしようってなって、これで巻き戻せるんですよ、こうやって。こうやって巻き戻せます、今後ね。ああ、また落ちちゃった。あ、巻き戻しまーす、みたいなことができるようになります。こんな感じでね。はい。で、こんな感じでね、今まで遊べな、進めなかったところも、こうやってね、間違って落ちちゃったりしたら、こうやって巻き戻しボタンを押すと。巻き戻しのやり方が、ホットキー押しながら、よし、ホットキー押しながら巻き戻しボタンを押すって感じです。例えばまた落ちました。このホットキー押しながらこうやって戻すと。こんな感じですね。っていう感じでね、どんなゲームを遊びます、これで。もう、負けなしですよね。わー、また死んじゃったわーってことでまた巻き戻ししてもらえればこんな感じで遊べますんで。はい。はい、こんな感じで。なんぼでも蘇りますから、こうやって。はい。こんな感じでね、今まで進めなかったものが、もう積んじゃってますけどね、もうこれで。この先進めねえんじゃねえかってぐらいになっちゃってますけどね。これで、まあ、結構こうやって戻していただいて、こうやってね、ずーっと戻しましょう、じゃあ、この際ね。はい。っていう感じで巻き戻しできますんで、はい。ちょっとね、何本かね、じゃあちょっと巻き戻しで遊んでみましょうか、この際。ちょっとね、あと、今ね、たまたま、RG351V でやってるんですけど、スーパーコンソール X の方も使えますし、この機能って。で、あと、GD キングの方でもこれできますんで、ちょっとね、じゃあ、せっかくなんで、RG351V で今やったんですけど、同じことを、スーパーコンソール X の方でも見てみましょう。はい、次はね、スーパーコンソール X ですね。こっちの X Pro の方で、今、メガ CD のね、デンニアレスター立ち上げてます。ちょっとね、ローディングになっちゃったんですけど。で、こちらもね、設定先ほどと一緒で巻き戻せますんで、ちょっとね、やっていきたいと思います。巻き戻しっていうことができるようになりますんで。まあ、こんな感じでデニアレスターですね。で、これもまたメニュー画面出してもらって、クイックメニューの状態で、下の方ずらーっていくと、巻き戻しってところがありますんで、これ同じですね。で、これを押してもらうと、まずね、絶対オフになってるんですよ。起動の時にね。で、これをオンにしてもらうと、同じようにフレーム数と、バッファーサイズと、ステップのところがありますんで、これはもう初期設定の通りですね。ままでいいと思います。まあ、変えたい人は変えてください。任意でね。はい。で、次に、ホットキーはどれにするのっていうのと、ホットキー設定ですね。設定で入力。これを見てもらうと、で、下見ていくと、ホットキーってところがあるんで、ホットキーを選択して、巻き戻しの設定がどこになってるかな？どれだったっけな？なぜかここ英語なんですね。巻き戻しの設定が、ね、あるはずなんですよ。ここですね、リワインドっていうところですね。これちょっとね、英語になっててね、巻き戻しっていう日本語を探してしまったんですけど、英語でこう言ってリワインドっていうところがあって、これの A ボタンで決定ボタンを押してもらって、どのキーに設定したいのかっていうので好きなキーを設定してください。はい、僕ね、L2 に設定してます。はい、でこれで設定完了ですね。でこれでメインメニューからクイックメニューで再開してもらって、でスタートもらしてもらって遊んでみましょうね。こんな感じでシューティングゲームなんで、こんな感じで行くぞレスター、こんな感じでデニアレスターがね、こんな感じで行きます。こんな感じでいろいろこうやってシューティングなんでね、いろいろちっちゃなミスがあって、ね、死んじゃったりすると思うんですけど、あ、例えばこうやって、あー、やられちゃったーって言ったら、こんな感じで巻き戻してもらって、死ぬ前まで戻れるっていう感じですね。はい。これもさっきと同じで、ホットキー、これで死んじゃった、あーって言ってこうやって戻せるわけですね。こんな感じでね。はい。お亡くなりになる前に戻せるっていうね。こんな感じで、ずーっとね、遊べますんで。よしよしよし。シューティングとかね、よくね、ちょっとしたミスでね、やり直さなきゃ、みたいな時があるんで、あー、またやっちゃった、つってこうやって、こうやって戻せます。はい。もう好きなようにね、まあゲーム性がね、そこでちょっとバランス崩れちゃうねっていうのはあるんですけど、まあ、進めるのが一番なんでね。こんな感じで、
あ、じゃあ、やられたつってホットキーをしてもらっても脅すと。はい。これ、ホットキーね、セレクトボタンの設定になってます、僕は。ホットキーをしながら、例えば亡くなっちゃったら、ね。例えば死ぬ、亡くなっちゃうとすると、ああ、死んじゃった。ホットキーを押しながら戻すと。そんな感じですね。はい。こんな感じで戻せますんで、ぜひね、いろんなゲーム試してみていただければなと思うんですけど、まあ、もう一本ぐらいちょっとやってみましょうか。せっかくなんでね。これはメガ CD なんですけど、ちょっと別のゲームやってみたいと思います。はい。続きましてね、プレイステーションのレイストームですね。こちらの方で、リワード機構がちょっとやってみたいと思います。同じようにメインメニュー出してもらって、巻き戻しですね。これをオンにします。で、その後設定で、入力のホットキーですね。で、こちらで巻き戻しってところがありますんで、巻き戻しですね。これで任意のボタン設定してあげてください。はい。まあ、僕2番にして、いつも通り L2 の方ですね。ここのボタンに設定してます。で、これでじゃあ早速遊んでみましょう。でね、どうしてもね、ちょっとね、これ設定するとね、重たくなっちゃうんですよね。だからね、初期設定ね、こんな感じでね、軽いゲームだったらいいんですけど、ね、プレステみたいな重たいゲームになっちゃうとね、どうしてもバッファーで保存しながらやっていくもんだから、こういう感じでね、重たくなっちゃうんですよね。だからですね、初期設定軽くするために、ね、オフになってるんですよね。だからね、ファミコンとかね、スーパーファミコンだったらまだいけるんですけど、こんな感じになっちゃうんですよ。こんな感じにね。結局、バッファー持ちながらやっちゃうから、こんな感じで遅くなっちゃうんですよね。だからね、どちらかっていうと、さっきのね、メガ CD とかも軽いんで、あれはあったらまだいいんですけど、プレイステーションとかでリワードやるのにはちょっとまだおすすめしないかなと思います。GT キングだったらいけるかなと思うんですけど、ね。こんな感じになっちゃうんですよね。だからね、まあ、やるんだったら、スーパーコンソールでやるんだったら、スーパーファミコン、ファミコン、メガドライブぐらいまで、PC エンジンかな?それぐらいまでに留めていただければなと思います。こんな感じで、ね、遅くなっちゃうんですよ、これ。わざとね、ちょっとプレステで動かしてるの、この遅くなってるよっていうのをちょっとお見せしたかったんで、これね、すごいタルトラになっちゃうんですね。はい。まあ遊べるっちゃ遊べるんですけど、まあちょっとね、ちょっとね、爽快感が失われちゃいますね。ちゃ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 ん、せっかくいい曲もね、こんなノロノロになっちゃうんでね。はい。まあ一応ね、メガドライブ、メガ CD ぐらいはいけるかなと思いますんで、ファミコンもいけるかな、スーパーファミコンもいけるかなってところだと思います。はい。よし。ちょっとせっかくなんでね。ボスのところで止まっちゃうかもしれないです。もしかしたらね。ちょっとボスのところまで行きますね。一面のボスなんでね。まあ、これはこれで遊びやすいっちゃ遊びやすいんですけどね。はい。こんな感じでね。で、お亡くなりになった時はこうやって戻せるんです。こうやってね。ほら。ちょっと大きいですよね。シューティングとしてちょっとゆっくりなんだけど、お亡くなりになるとこうやって戻せるっていうね。まあこうやって人生 やり直せたらいいんですけどね。一瞬のあの気の迷いが交通事故になったりしますからね。こうやって交通事故もこうやってリワードしてね、戻せたら最高なんですけどね。面白いですね、このね、戻せるっていうのはね。これ多分 GT キングぐらいになるとプリレスでも大丈夫かなと思うんですけどね。逆にこれでシューティングも克服できるんじゃないかなっていうね。おうおうおう。こんな感じでね。倒しやすいですね。ゆっくりだから。死んじゃっても戻せるしって安心感ありますよね。ちょっと一回死んでみましょうかね。じゃあ、弾当たってみたいと思いまーす。で、ちょっとこんな感じで。ドーンって当たっちゃっても大丈夫だよ、のび太くんみたいなね。あーつって、あー大丈夫だよ、みたいなね。こういう感じで直せますんで、
はい、ぜひね、こんな感じで遊べますんで、もしね、まあ、プレステはちょっとおすすめしないですけど、メガドライブぐらいまで、レトロゲーム遊んでいく中で、ちょっと行き詰まったら、こうやってね、こうやって戻しながらね、遊んでみていただければな、と思います。はい、じゃあ、こんな感じで、リワードの件は終わりたいと思います。はい、ということで、本日2案件、処理させていただきました。一つはね、RG351V、こちらで、こちらですね。こちらで PCFX を動かすっていうやり方で、BIOS フォルダにね、BIOS 入れてください。で、あとソフト入れればこれ動くと思います。ただね、期待しないでください、あんまりね。PCFX 動くんだ、なんて思ってね、期待するとね、あんなもっさりな感じになっちゃうんで、まあ、あれでもいいよっていうのであれば、ぜひ動かして遊んでみていただければなと思います。で、あとはね、巻き戻しのやり方ですね。あちらについては、基本的には、初期設定オフになってますんで、あれ、なんでオフになってるかっていうと、重たいからなんですよね。バッファーに保存するんで、処理がどうしても重たくなっちゃうから、基本オフになってますんで、そのゲーム起動するたびに、あれをオンにしてもらって、で、ホットキーでね、巻き戻しボタン設定して、ホットキーボタンを押しながら巻き戻しボタンを押すとこうやって巻き戻りますんで、まあ、とりあえずねスーパーコンソール X とか、RG351 シリーズだと、まあ、とりあえずスーパーファミコン、 PC エンジン、メガドライブ、あとはそうですね、メガ CD、 CD ロムロムぐらいまでかなと思います。これも使えるのね。プレイステーションとか64?任天堂64とかはもうカクカクで多分動かないと思いますね。なのでドリームキャストもちょっと厳しいかと思います。結構大容量の画面を保存しなきゃいけないんでね。保存しながら、動かさなきゃいけないんで、カクカクになっちゃうかなと思いますんで、まあ、レトロゲーム遊ぶのにはちょうどいいかなと思いますので、ぜひね、動かしてみては。まあ、これでね、ゲームの遊びの幅ってね、大きく広がると思うんですよね。今までクリアできなかった魔界村がね、クリアできるようになったりとかね。ちょっとしたミスでね、またやり直すのも大変ですからね、ちょっとしたミスは、ちょっとしたミスの部分だけリワードかけてね、戻していただいて遊ぶというような流れになるかなと思いますね。それでね、一気にまたね、レトロゲームが面白いって感じていただける方がね、皆さんいっぱいいたら、おじさんはちょっと嬉しいかなと思います。はい、ということでね、今回の動画良かったと思ったら、良かった、いいねボタンを押していただいて、ちょっとね、話くどいよっていう話であれば、できればね、押してください。なんかいろいろとね、反応していただけると嬉しいです。で、あと、チャンネル登録もね、引き続きね、こんな動画見ていきたいなって方いましたら、登録していただけるととても活動の励みになりますので、よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。井戸チャンネルでした。ありがとうございます。